こんにちは、パスタマニアです。今日はゴルゴンゾーラのパスタを作りました。赤ワインにぴったり合う酒のおつまみとしても優秀なパスタです。なんといっても冷めても美味しい、これが最大の売りかな。ではどうぞご覧ください。よろしくお願いいたします。Thank you.
今作ったショートパスタのゴルゴンゾーラいただきます。いやー濃厚ですね。ゴルゴンゾーラもともと2種類ありまして、ドルチェタイプとピッカンテというのが、ドルチェというのは甘いっていう、ピッカンテは辛いっていう意味で、ピッカンテの方がちょっとピリッとくる感じなんですね。ゴルゴンゾーラ苦手っていう人はドルチェタイプの方が刺激が少ないです。本当にゴルゴンゾーラ好きな人はピッカンテを選ぶ。これは今日はピカンテですね。赤ワインにも合いますね。白でも美味しい。これを教えてもらったのが、白金にかつてあった、ホテルレストラン上がりのシェフの方です。でもさ、ニンニクを最後ちょっと残しておいたわけよ。これがまたうまいの。超おすすめです。うまい。もし気に入ってもらったら高評価とチャンネル評価じゃね、もし気に入っていただいたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、ボナノッテ、チャオチャオ、チベリアモー、チャオ。